皆さんこんにちは、三重県知事の鈴木英敬です。今回は豪雨災害から大切な命を守るための備えと適切な避難についてお伝えをします。今年は紀伊半島大水害から10年という節目の年です。県では県民の皆さんの命と暮らしを守るため防災減災対策を徹底し、ソフトハードの両面で強靭な地域づくりに取り組んでいます。近年各地で大規模な豪雨災害が多発しています。しかし雨の到来日時や浸水土砂崩れが発生しやすい場所はある程度予測できるため、事前の知識と備えで被害を回避することが可能です。例えばハザードマップなどを活用した災害リスクや避難ルートの確認、避難時の感染防止対策を含めた備蓄防災グッズの見直し、ローリングストックの実践など、日頃からの備えを十分に行っていただきますようお願いをいたします。また避難情報をあらかじめ確認し、ご自身やご家族がどのタイミングで避難しなければならないか把握しておくことも大切です。県としましてもこれまでの災害の教訓を生かしながら、県民の皆さん一人一人が適切に避難していただけるよう、引き続き防災減災対策に取り組んでまいります。詳しくは6月号の県政ダイアリー三重をご覧ください。県民の皆さん、日頃からの備えと適切な行動で被害を最小限に抑えましょう。